お前の名前は？つけて。あ？つけるってなんだ。まさか忘れたのか。もう前のはいらない。初めのつけた名前がいい。ゆえなんてのはどうだ。ゆえ。ああ、俺の故郷で月を表すんだ。月。私今日からゆえ。ありがとう。おう。どうして。あ、どうして私を置いて逃げなかったの。そこまで落ちてねえよ。ひどい裏切りを受けたはずのお前が俺に身を託すって言うんだ。答えなきゃ男が廃る。吸血鬼のお姫様、さっきからちょくちょく吸うのをやめてくれませんかね。不可抗力じゃ。嘘だ、ほとんど消耗してないだろ。いいか、奴を殺して生き残れ。そして地上に出て故郷に帰るんだ。一緒にな。ゆえをもてあそんでくれた礼だ。存分に食らいな。はじめ。さすがにもう無理。よく頑張りました。お前もな。私の居場所はここ。他は知らない。どうしたの。うん、あのな、ゆえ、しばらくここにとどまろう。はじめと一緒ならどこでもいい。そうか。気持ちいい。ゆえさんや、俺は一人で入るって言ったよな。せめて前を隠せ。タオルはたくさんあったろ。むしろ見て。あのな、ゆえ、そういうのは私、好みじゃない。そんなことはない。ものすごく好みだ。嬉しい。全部、はじめのだから。それで俺たちは最強だ。そして全てをなぎ倒して二人で世界を越えよう。ついてきたって。俺は何も答えてやれないぞ。未来に絶対はないんですよ。知らないんですか。一生懸命頑張れば変えられると私は信じています。後になって思うんです。変えたいと願った未来が変えられなかった時、もっともっと頑張ればよかったのにって。だからもう後悔はしたくないんです。待ってください。先生はどうしても南雲くんからもっと詳しい話を聞かねばなりません。移動時間とか創作の合間の時間をもらえませんか。そうすれば南雲くんの言う通りこの町でお別れできますよ。先生はブレないな。どこでも何があっても先生か。当然です。生き残ったことを喜んで何が悪い。その願いも感情も当然にして自然にして必然だ。お前は人間として極めて正しい。死んだ奴らのことが気になるのなら生き続けろ。これから先も
あがいてあがいて生き続けろ。生き続ける。そうすりゃいつかは今日生き残った意味があったってそう思える日が来るかもしれねえだろ。南雲くんが一番苦しい時に力になれなかった先生の言葉など軽いかもしれません。ですが一切を切り捨てて生きるようなそんな寂しい生き方はしないでください。ありがとね、あの時は。何のことだ。覚えてないかもしれないけど大迷宮で助けてくれたよね。だからちゃんとお礼を言いたかったんだ。助けた、多分偶然だろう。それでもね、無駄にしない。助けてもらったこと絶対に無駄にしないから。良いかな。お主に頼みがあるのじゃが聞いてもらえるかの。これってもしかして噂のホーチプレイ。ほうほう、これはきつい。こういうのもあるんじゃと。でなんだ変態。うちの子に八つ当たりしてんだ。ああ、殺すぞ。はじめ、もうすっかりパパ。もう大丈夫だ、傷口を治癒させた。よかった、もうダメかと思った。それにはじめくん、生きててくれた。ありがとう。あの時守れなくてごめんね。心配かけたようだな。まあこの通りしっかり生きてっから謝る必要はないし。そのなんだ、泣かないでくれ。この生きるか死ぬかの世界で生き抜くために敵を殺す、それの何が悪い。人殺したぞ。悪いに決まってる。俺は一切容赦しない、必ず殺す。気に食わないと言って俺の前に立ちはだかるなら、たとえ元クラスメートでもためらわず殺す。はじめくん、私もはじめくんについていかせてくれないかな。うん、絶対ついていくから。は？お前にそんな資格はない。資格って何かな。はじめくんをどれだけ思っているかってこと。だったら誰にも負けないよ。あなたが好きです。白崎、俺には惚れている女がいる。思いには応えられない。ゆえさんだよね。ああ、だから。それでも私そばにいていいよね。必ず振り向かせてみせる。だってはじめくんを思う気持ちは誰にも負けてないから。ついてくるといい。私とお前の差を教えてあげる。お前じゃなくて香りだよ。私はゆえでいい。香りの挑戦受けて立つ。負けても泣かないでね。俺は必ず故郷に帰る、ユエたちと一緒に。それを邪魔する奴は全て敵だ。敵は全て殺す、たとえそれが神だとしても。